今週は高円寺と吉祥寺に行ってきたんですよ、オフの日に。そこでヴィンテージ雑貨巡りをしてきたんですけど、いろいろとね購入してきたのでご紹介します。学生時代に武蔵小金井に住んでて、中央線沿いは本当にこうたくさんね遊んだ場所だったので、特に吉祥寺は懐かしいお店が多くって、ちょっとねついついテンション上がって買いすぎてしまいました。まずは高円寺で買ってきたものをご紹介します。最近アトリエが欲しいみたいな話してるじゃないですか。それで、まだ確実に契約が決まってるわけではないけど、借りたい物件があるので、新生活のようにいろいろとねそこに置きたいものを買ってる時期なんですよ。でそこにはキッチンもあるので、キッチン用品もね置いていきたいなと思うんですけど、今回高円寺のディーラーシップっていう、ファイヤーキングと1930年から80年代のヴィンテージグラスウェアの専門店に行ってきました。まずはグラスを買いました。2つ、皆さんに見てほしい。じゃん、ビアンカの大冒険のグラスです。グラも絵柄があって、こっちにはミスビアンカもいます。めちゃくちゃ可愛い。こういうね、なんだろう、ペプシグラスがいろんなキャラクター、ほんとミッキーとかもあったし、なんかマクドナルドの昔の絵柄のやつとかあったし、スターウォーズだったりとか、いろいろあるんですけど、すごくね状態のいい綺麗なグラスがたくさん売ってて、このビアンカの大冒険のグラスを見つけたので2つとも購入しました。めちゃくちゃお気に入りです。あとはこちら、こちらも購入しました。これなんていうキャラクターでしたっけ、ヴィンテージトイのお店で。なんかよく見ますよね。ソルト&ペッパー入れです。陶器でできてます。そんな感じでちょっとこうヴィンテージのキッチンウェアをこのグラスとソルト&ペッパー入れ買いました。次、このディーラーシップのすぐ近くにあったセレクトショップミントっていうところで見つけて購入してしまったのが、こちらのモコモコのスウェットみたいなお洋服です。めっちゃ可愛くないですか、このなんだろう、おバカさ加減っていうんですか。このねピンクとグレーの配色がたまりません。ちょっと着てみようかな、見えるかな。このね丈がショート丈なのでバランスが取りやすくって、めっちゃ可愛いと思って買いました。韓国系のセレクトショップみたいで、これは全然ねヴィンテージとかじゃなくて新品のものなんですけど、私はこういうトップスが大好きすぎるのでお家でも着たいし、あと2月の旅行の時のイメージにも合うから、2月の旅行にもね着ていこうかなと思っています。かわいい。でそんな感じで高円寺でね購入したものは以上です。その後高円寺から吉祥寺に移動して、吉祥寺で購入したのはフリーデザインっていう北欧雑貨のお店です。イッタラとかアラビアとかもたくさんあったし、リサラーソンの置物とかもたくさんあって、ね、すごくね可愛いお店なんだけど、そこで、新しいお家用の緑と黄色とピンクの3色が一緒になったキッチンタオル、こうかけといたらこう3色の色がこう混ざり合ってすごく可愛いです。あとはこんな感じの、なんてことない金のねトレイを買いました。形は可愛いですよね。これは洗面所とかに置いといて、ハンドクリームだったりとかリップとか、あとはくしとか細々としたものを並べとく用のトレイ。あとはこのマリメッコのピン買いました。こういうねウニッコ柄のバッグとかにつけたらちょっと可愛くないですか。
ちょっとアクセントがつく感じで、そんな感じで最近はちょこちょことインテリアグッズみたいなのを集めています。まあ、ネットでね購入して届き待ちしてるのもあったりするし、まあ、もうすぐね新生活が始まると思うので、これからちょこちょこ購入したものは皆さんにご紹介していきたいなと思います。はい、ご飯。あ、そうなんだよ。ちょっと待って。
味しそう大きさがすごいことになった。すごい。大いなり。大いなり。大いなり。お、うまい。ジューシー。ほんと？うん。美味しいよ。美味しい。うん。I got no drip in my pocket. Must have forgot it, or maybe I already lost it. Don't got enough to go cop it. I'm about to take off like a rocket. Houston, we might have a problem, but that don't mean money won't solve 'em. No, that don't mean money won't solve 'em. Woke up dreaming of the commas, and I got $100 in my wallet. I've been trying to make it, do it for my mama. Ain't with the faking, never with the drama. She said that I'd make it, now I gotta honor that. Replace a Honda with a fucking Model X. Replace my exes with a couple models. She act out of pocket, now it's just a problem. I got it, I got it, I got it.よいしょ、よいしょ。またマリメッコって思うかもしれないんですけど、去年の、ね、冬ぐらいにマリメッコの今年の春夏の展示会に行って、それでこうお洋服とかね、インテリア小物をたくさんちょっと予約したんですよ。でそれがもうだいたいこの時期から、まあ、5月ぐらいまでにかけてどんどん届いてくるので、まあ、その届くたびに皆さんにご紹介したいなと思います。はい、まずこの大きい袋は何かっていうと、こちら、マリメッコで初めて花瓶を買ってみました。はい、こちらです。淡いブルーの花瓶なんですけど、まあ、これねマリメッコで結構よく見るタイプの花瓶だと思うんですが、まあ、この色味が本当に私のタイプの色味だったので購入しました。このね大きな花瓶にまあ、たくさんねお花を生けてスツールの上とかに置いてインテリアの一つにしたいなと思っています。あともう一つはお洋服ですね。第1弾で届いたのがこちらのコットン 100% のワイドパンツです。ちょっとねハイウエスト気味のワイドパンツなんですよ。すごいかっこいい、ちょっと太めでちょっと大人っぽく着れるワイドパンツなんですけど、
なんかちょっとここのデザインが、まあ、カーゴパンツっぽい感じがあってボーイッシュにも履けます。今年もねたくさんマリメッコのお洋服をねゲットしていこうと思うんですけど、まあ、こういうマリメッコには柄も何も入っていない、ただただ形だけめちゃくちゃいいパンツとかトップスがあるんだよっていうのを皆さんに、シェアしていきたいなと思います。めっちゃお気に入り、早くこれ履いて出かけたいです。まあ、またマリメッコ予約したものが入荷したら皆さんにおまけのコーナーでご紹介していきたいと思います。それではまた来週、ミクでした。いやマジかわいいこれ。